じゃあよろしくお願いしまた改めてよろしす。くお願いします。本当にお時間いただきありがとうございます。いえいえいえ、こちらこそ貴重な対談の機会いただいて、本当に先生からいろいろご質問をいただいていただけるということだったので、はい、もうなんか何でも答えますんで、ぜひぜひ。ああ、本当ですね。はい、まあ、まず、どういう、こう、経緯で、最初始められたのかなっていうのを伺いたいなと思ったところなんですけども。ああ、そうですね。もともと自分、塾講師をですね、普通の企業で正社員で3年間働いてまして、うん、で、個別指導塾だったのもあるとは思うんですけど、うん、やっぱり月謝がちょっと高い分、うん、その塾に通いたくても、やっぱり 親御さんの所得の関係で、塾を選べないっていう方をやっぱ多く目にしてきてですね、うん、当然所得格差はあるのは当然なんですけど、うん、やっぱりそれがこの子は塾選べます、うん、この子は選べませんっていう差につながってるのが何かできないのかなとずっと思ってたんですね。で、2012年ある日に自分が YouTube を見てまして、うん、そこで待てと、ここってアカウントを作る必要もないですし、 YouTube って、うん、あれ子供たち誰でも見れるじゃん、あ、じゃあ授業動画投稿してみようって。なるほど、なるほど。で、思いついた翌日から始めまして、うん、気づいたら丸8年ぐらい。ああ、なるほど。本当、だその頃の状況と今、学校の状況、似てるんじゃないかなと思うんですね。ハイチさんがその YouTube を始めた思い、はい、そのいろんな格差がある子どもたちに、でもなんとか届けようと。これなんかまさに公立学校の今置かれてる状況に似てて、まあ、一部の私立の学校はいろんな民間のサービス授業動画とかを見て学んでるけど、そういう環境がない子どもたちになんとかこう届けたいなっていうんで、今我々もハイチさんに、まあの姿を追って真似していこうというね、そんな感じがスタートしたのかなと思います。いや、ありがとうございます、ね、いや本当に恐縮ですね。で、私すごく気に入ってんのがですね、はい、ホワイトボードでやるじゃないですか、はい、あれがまたすごく誰もがやれそうな感じになるってところがよくて、 あと編集とかもあんまりされてないですよね。それ授業動画は全く入れてないですね、編集を、はい、あの辺がなんか学校としてはあ、はい、やれそうって思って、いや嬉しいですね。コテコテに凝った動画を見て、はい、最初動画作るって言った時に多くの先生はみんなああいうイメージを持ってて、はい、でも、うん、ハイシさんの動画見るとあこういうんでいいんだと、うん、これならできそうってみんな思ったんですね、はい、あとすごく好きなのはですね、これから話す内容が最初から書いてあるじゃないですか、はい、はい、あります。あれがまた見る側の安心につながってるんじゃないかなと。いや先生ありがとうございます。合ってますかその辺のこだわりは。いやもう合ってます。よくねパワーポイントとかスライドの資料でバンバン出てくる、はい、同じようなこう授業動画ありますけど、はい、いつまでやるんだろうっていつも思っちゃうんですね、うん、このスライドあと何枚あるんだろうとか考えちゃって、うん、見る側はなんかこうなんか焦っちゃったりちょっと気が重くなったりするんですけど、この1枚のホワイトボードを今説明してくれてるんだなっていうのをそこから入るとすごくこう安心してその集中できると。どうですか合ってますこの辺のこだわり。もうお見事です。ありがとうございます本当に。実は私そのハイチさんの動画を、まあ、やっぱり影響を受けて、はい、オンライン授業はこうあった方がいいんじゃないかっていう自分なりの考えを1枚のスライドに書いて説明した動画を作ったんですね。それをちょっと YouTube に上げて限定公開で上げて、そんでそれをいろんな先生に配ったらすごい反響いただいたんです。やっぱりその1枚のホワイトボードというかテイクワンで撮るとか、うん、編集をしないとか、はい、5分ぐらいとか、うん、全部ハイチさんのこだわりなのかな。その辺を自分のあたかもノウハウみたいにちょっと語っちゃったんですけど、それがすごくですね、学校にとっては衝撃だったんじゃないですかね、うん、こういう風にやればいいんだと本当にすごい参考にさせていただきました。ありがとうございます。で今オンライン授業がだいぶこの活発になってきましたけど、一方で、はい、ただ今までの授業を、はい、ライブ型で配信している形がすごく多くて、うん、まあこれはなんとなく授業やってる側はやった気になるし受けてる側は受けた気になるけど、はい、何のこう改善授業改善が進んでない感じがするんですけど、そういうのをどう、
どんなふうにお考えですか。実はここの関してはもうずっと ICT で活動されている先生に逆に伺いたいところで、その自分学校の先生がですね、授業動画を撮れるようにどんどんなっていってほしいって結構数年前から言ってたんですけど、おそらく若い先生の中にはやりたかった方もいたと思うんですよね。ただその風潮が許さないというか、でできなかった方も多いと思うんですが、今、そのコロナの関係で迫られてこう撮ってらっしゃる方も多くなった状況、でもそこにじゃあ質が担保されてるのかっていうところが一つ自分の中では懸念材料に今なっていて、ね、質問いただいたのにあれなんですけど、その点先生はどうお考えなのかなっていうのは。まずはライブ型とオンデマンド型のオンライン授業ってあるねって話を私いろんなところでしてるんですけども、やっぱメリットデメリットそれぞれあって、うまく組み合わせるのが一番理想かなと思ってて、繰り返しいつでも見れる、何度もこう学べるオンデマンドの良さ、まあライブ型でやっぱり先生とキャッチボールすることが、やっぱこれは、すごく授業の大事な要素だと思うし、これがうまく両方使える学校っていうのは一番いいのかなと。だけど、今我々の環境はちょっとまだライブ型っていうのが実現できてなくて、やっぱり生徒一人でも、ネット環境が整ってなかったらライブ型の授業っていうのはやれないと思うんですよね。だからそれが整ったら、その併用っていうのはしていきたいなと思うんですけども、ある時はこの全員参加のライブ型で原稿交換したりとか、で講義の一方的にこう何か伝えるっていうのはこうオンデマンド型と、これがうまく組み合わさるといいのかなと思ってますが。そうですね、なるほど、多分子どもたちからしたら朝の会とかだけでもそのライブでやるだけでも全然違うと思うんですよ ね、きっと、ね、実はうちの学校も他の学校もそうですけども、全員はまだ環境整ってないけども、リハーサル的な朝のホームルームをオンラインでやってるんです。そこで出席取ったり、今日朝何食べましたかなんて言うとみんなチャットで返事があったりですね、朝のホームルームとしてはすごくこう、生徒が向こうにいるなっていう感じがしますね。そうですね、子どもたちからしても安心感ありますよね、先生がそこにいるっていうのはやっぱり、今のところですね、生徒は顔出さない、自分の声出さない、それもいいよって、それでいいよっていう声かけが非常に重要だったんじゃないかなと。顔出しなさいとか自分の声で返事しなさいってやっちゃうと、オンラインであっても学校に行くのは気が重くなっちゃう。地声でやれる人はマイクで返事してくださいと。ああいいですね、それの方が、その参加の仕方もここによってやっぱ違いますからね。そうなんですよね。そうですよね。それによってなんか学校のこうハードルが下がってくれるといいなぁなんて思いますよね。あとオンラインの良さっていうのもだんだん学校気づいてきて、例えば授業の導入で、よく教員はこう生徒に発問、授業の子みんなこれどう思いますか、なんて言うと、小学生はみんなはいはいはいって言ってくるけど、高校生が知らんってそうですよね、だけどこれチャットでやるとみんな返事してくるんですよね、ああなるほど、いやこれはむしろチャットの方が優れてるなと思って、その辺が今学校は気づいたんじゃないですかね、使うタイミングとかによってですよね、きっと ね、なぜこの動画を先生はおすすめしたのかとか、そういったところをちゃんと生徒に伝えて、その上で、動画を活用するっていうのがいいのかななんて思ってるんですけど、どうですか、そういう使われ方っていうのは葉一さんとしてはどう、いやもう、ぜひっていうところです結構ですねその動画の学生から動画の使い方もそうですし、今はやっぱりありがたいことに保護者の方とか学校の先生からもですね、どう使ったらいいですかっていうのを質問いただくこと多いんですけど、正直もう好きに使ってくれっていうのが自分の意見なんですよね。いや本当ありがたいですね。もう例えば、じゃあ数1とか数 A とかも一式一応取ってはあるんですけど、じゃあ全部使ってほしいかってそんなことはなくて、この動画だけピックアップして使ってみようとかでいいと思うんですよね。先生おっしゃったようにコーディネートの中に自分の動画がちょっとスパイスみたいな感じで入ってもらえるんであれば、それでいいと思いますしと思ってます。ちょっと今事前に用意したホワイトボードがあるんですけども、はい、こんな感じでですね、字が綺麗私授業ってなんかお弁当箱みたいな感じなのかなと思ったんですね、先生がこういう栄養をつけてほしいなと生徒には、だからそこにいろんな栄養を盛り込むと、
で、その時にこのご飯になるとこ導入とかまとめってのはやっぱこれ先生じゃなきゃできないんじゃないかなと。うん、だけどこのパーツのところですね、はい、プリントをどこ市販のものを使うとか、はい、まあ、それこそハイチさんのプリントもありますよね、うん、で動画も自分で作るのか、こういった外のもの既存のものを使うのか、うん、そういったものをうまく詰め込んで、はい、いろいろこう授業作りをすればいいのかなと思って、うん、で一番大事なのは最初と最後のところはやっぱり先生がこう動機づけとか褒めたり、うん、もうちょっとこうしようねとかこうやる気を出させたりとか、はい、そういうのはもう先生がやんなきゃいけない仕事で、うん、こここそが誰も 手をつけていない動画、はい、先生が作るべき動画で、その、うん、この動画はですね YouTube をね、それこそハイチさんの動画を使うっていうのはあると思うんですね、はい、こんな絵をちょっと今用意していました。ありがとうございますどうですかね、ちょっと真似してみました、ね、いや先生おっしゃった、うん、本当通りで、自分はですねそのよくこの活動をしているとその、まあ、学校なんてこの授業あったらいらないじゃんなんていうの言われることがあるんですがもう微塵も思ってなくてですね、うん、正直 YouTube のその動画授業が教育の主役にはなれないと思ってるんですね、うん、主役はあくまで学校の公教育であって、うん、それのサポートとして使ってもらいたいっていうか強いで、さっき先生の図にありましたけど、例えば、まあ、SNS も発達しているので、うん、ここに頑張りましたよく頑張ったねって返すことはできますけど、うん、じゃあオープンに褒めることができるかといったらできないんですよ。いやそうですよね。だから子供たちってやっぱり、でも大人もそうですけどモチベーションって続かないので、それを、うまくサポートというか、うん、モチベーション管理をしてあげれるのは絶対先生なんですよね、うん、そうですね。そうなんです。こここそが先生の仕事かなって、もう羨ましいですもん自分それができて本当にそうですよね。そうなんです、うん、だから先生の一番頑張りどころはその、うん、授業の思いの最初と最後で、真ん中はもう既存のものをうまく使って、はい、自分が作るよりいいものがあれば使っていけばいいかなと思います、うん、思いますね。一方でちょっと思うのは、先生たちが自分の下手でもいいから動画を作り始めてるんですね、はい、今、はい、それはやっぱ支えたいんですよ、うん、一方でよく素人が動画作ってる場合じゃないとかってよくネットでは言われてるんですけど、うん、こっち動画一生懸命作ってるんですけど、はい、それをやっぱりそうじゃないでしょうと、うん、ハイチさんだって最初はやっぱりね今みたいなこう、はい、いいクオリティの動画じゃなく最初はもっと大変だったんじゃないかなと思うんですけど、その辺どうやってこう成長してったんですかね、はい。そうですね、その2012年始めた時に、まあ、もちろん授業の質もまだまだだったんですけど、うん、やっぱあとはその YouTube で授業っていうのが、まあ、世間的に理解をしていただけない時期だったので、もうサンドバッグのように叩かれたんですよ、1年目。もうね、ボコボコだったんです、先生、本当に。今すごく感じているのが、学校の先生が授業動画始めたじゃないですか。うん、で、今、あの時の自分の立場が先生に向けられちゃってるんですよね。なるほどね。学校の先生が授業動画なんてっていう、その理解されないのと、それと、まあ、自分らがいるので、既存があるのになんで素人がそんなこと、他のことやれよみたいな。なるほどね。で、自分からすると、うん、もうガイアは黙ってろって話なんですよ、本当に。ただ、動画撮るのって時間すごいかかるじゃないですか、労力もかかるし。であれば、なんかもうちょっと自由に先生が撮れる環境が欲しいと思っていて、一回ちょっと前に動画を撮らせてもらったんですけど、例えば先生がチームを組んで、まあ、今ちょっと一緒に集まるのは叩かれちゃうかもしれないですけど、まあ、リモートでつないでもいいですし、先生一人がじゃあ授業をしてますと、で同じ数学の教科の先生が生徒役になって、先生そこなんでそうなるか分かんないんですけどみたいなチャチャを入れる動画とかでもすごくいいと思っててですね。いいですね。でもそういうふざけたのは撮らないでくださいって言われてる先生ももちろんいるでしょうし、なるほどね。だから先生がこういうものだったら子どもたちが喜んでくれる、やりたくなるんじゃないかっていうアイデアが出てきたものを大事にどんどん撮っていってほしいっていうのがすごく感じてますね今。こうあるべきってあんまりこう決めつけない方がね、それこそ選択肢でね。そうですそうです。掛け合い万歳風の授業があってもいい、あってもいいと思いますし、ね、で学校の先生がもしですねちょっと楽しそうな授業を撮るじゃないですか、絶対勝てないんですよ自分教え子さんからしたら、自分の知ってる先生がそうですね、いつもスーツなのになんかジャージ着てるみたいなだけでもびっくりしますしでちょっと楽しそうに授業されてたら、やっぱ、ね、生徒さんも楽しいでしょうし、
そういうのが広まったらいいなってすごく思います ね。勘違いされてるなと思うのが、うん、学校の先生であれば授業動画もうまいでしょっていう意味のわからない、うん、その勘違い、うん、ああなるほどね。別物じゃないですか。これはまた違いますよね。そうなんです。一旦ベテランも若手もみんな謙虚に一回なってるんですよ、今動画を作ることに関して、はい、やっぱり、この新人のようにみんな一生懸命やって、はい、でハイチさんのが動画にやっぱり行き着くっていうのはよくあって、はい、生徒目線はやっぱね、知ってる先生、教わってる先生が下手でも、はいはい、カミカミでも一生懸命やってるって、なんか親しみ感じるんじゃないかなと。と思いますね。それかあとね、気持ちが伝わる、はい、先生たち一生、はい、下手な授業だけど一生懸命やってくれてると、はい、それがやっぱり大事かなと思ってるんですけど ね、 い、 ますね。いつもの授業通りに真面目にやりたいって先生もいらっしゃれば、うんうんうん、ちょっとせっかくなら崩してみようかなとされた先生もいらっしゃると思うんです ね、 でしかも今、うん、普段はあと届けることができない親御さんにも見ていただける、うん、チャンスなので、うん、なんかうまくいけば親御さんと学校の先生がちょっと距離感が近くなるきっかけにもなり得るんじゃないかなと思うんですよ ね、 あと一つちょっと、これから心配なのは、まあはい、いろんな動画を作ってもみんな外に出さないんじゃないかと。先生と生徒の間だけの、はい、まあ、クラウド上に動画があり、はい、外からちっとも見えない、保護者でさえ見えないっていう状況が考えられるんですね、うんうん、はい、その辺がなんかもっといい方法ないかなと思ってるんですけど、なんかアイデアないですかね。そうですね、まあ、先生がね希望されてオープンにしない、したくないって先生はいいと思うんですけど、もうオープンでもいいっていう方がいたら、先生がオープンに動画を撮っても OK っていうまず風潮が必要なんですよね、うん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 、で自分がいつも今持ってるのは、うん、お一方でいいので学校の先生、現役の先生でこういう動画を撮って、うん、しかも評価されてる先生が誕生することが一番楽くらいかなと思うんですね、うんうんうん、日本って多分そこ気があって一人が出てくると割と理解されやすいというか、うんうんうん、ね、おそらく一番叩かれる方にはなるとは思うんですが、うんうん、そこをちょっと強く進んでいけるお人方が出てくると違うかなと思いますね、うんうん、あと、まあ、我々こう林さんの姿を見て、まあ、こういろいろ追っかけていく教員集団っていう感じになると思うんですけど、はい、なんかこう我々に対するメッセージとかアドバイスみたいなのってないですか。さっきと重複しちゃいますけど、うん、本当に先生ってそのお一人お一人にやりたい教育の形というか、うん、自分なりの授業の答えみたいなのを、うん、持たれてる方絶対多いと思うんですね、うん、で、あと授業動画に関しても、うん、先生がやりたいようにやってほしいんです。なるほど。もうそれがすごく大事にしてほしくって、うんうんうん、ちょっと言葉が悪いんですけど、行儀のいい授業っていうのは答えがあるんですよ、もう、うんうん、作ろうとも皆さんができてしまう、うん、ただこの先生しかできないみたいなものっていうのは子どもたちにすごく伝わるので、うん、個性が出る分叩かれやすくなるんですよ、もちろん。なるほどなるほど。でも個性が出るからこそ子どもたちには伝わるはず、うんうんうん、なのですごくそこを大事にしてほしいなと思います。なるほどね。じゃあこの校長に言いたいこととかなんかないですか。言っていいんだったらその型にはめようとせずに本当に自由にやらせてあげてほしいっていうだけですね、うん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 、なるほどね。はい、まあ、それはぜひ本校はしっかりそういう形で、はい、その思いを広める役割を自分はやっていきたいなと思ってます。逆にですね、今コロナで苦しい状況だけど、はい、この状況がむしろ学校全体のこの教育の質を上げてるんじゃないかと、ちょっとそういう結果を期待してるんですよね、今ね。そうですね、だから今までよりも、うん、この選択肢も増え、はい、アフターコロナの状況は、はい、教育のこの質が上がってる、うん、みんなも ICT 使うし、はい、こういう動画もうまく活用する、それを目指したいなと思って、はい、いや思います、それは、ね、はい、このピンチはピンチのままで終わらせねえぞと。いやかっこいい先生ついていきます先生いや本当ね、授業がこう変わる、はい、いい今チャンスだなと思って、はい、うん、業界としては違いますけど同じ子どものために頑張ってる者同士で、はい、一緒にまた力を合わせる時を、ね、ぜひお願いしたいな。お願いします。ありがとうございます。本当なんとなくこうまとまった感じが。そうですね、本当にありがとうございました先生お忙しい。どうぞ。いやいやいや、本当貴重な機会をいただきありがとうございます。なんかあればまたね、はい、いろんな連携していきたいなと思います。
ぜひ。ありがとうございました。アフターコロナの時にお会いできるのを楽しみにしてますので。そうですね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。